おいで、麦。おいで。おいで、麦。そういうおいでじゃないんだけど、めちゃくちゃ獲物狙う顔してる。おいで。おいで。麦。しろ。しろ。しろ。来ないの？知らないよ。なんだっけこれ、あれか、なんか重いから起動するときにグラフィック設定かなんか確か選択できるんだ。ここで忘れた。すまんな、股間ばかり見せてしまって。ホモ以外帰ってくれないか。いや、アークやるのに PVE なんかやるわけないだろ。やる意味ないだろ、 PVE なんか。 PVP に決まってんだろ。え、これもバトルワイなんだ。進んでる。なんだこれ、どうやってここから抜け出すんだ。間違ってピックしまった。ぼやキャンセル。ピング、あれ NA サーバーしかないやんけ。どこ行く？あれ、これなんかどうやって行くんだっけ。あ、これオフィシャルじゃねえ、オフィシャルじゃなくて、オフィシャルじゃないところに行きたいんだよ。あったあった、これだ。なんだっけ。あったあったあった、来た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 。あれ、これもオフィシャルだ。どうや、アンオフィシャル。来た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 。8月15日からだって。あれ、ズンダサーバーってなんか俺やったことある気するぞ。ここどこが人気ですか。今やってる人います。経験値10倍、 HV ってなんだ。テームってで、あのキャラクター捕まえるあれだよね、速度だよね。4倍。え、あ、すごいな、こう経験値もテームもかける 1.0 かよ。あれ、でもアークってさ、あれだよね、変わったよね。確かテーム時間とかめちゃくちゃ短くなったんでしょ。俺ん時レベル120のあのティラノサウルスが捕まえようとしたら14時間ぐらいテイムしなきゃいけなかったんだけど、なんか40時間ぐらいテイムしなきゃいけなかった いけないやつとかいたよね。40時間ちゃんと餌を与え続けないとダメなやつ。あ、トークショー直します。あれ、誰かが直してくれてる。あ、直してくれてない。あれ、気のせいか。直してくれてるかも。当時の2倍になった。昔ガチで10時間以上とか変わったよね。
だから寝ずにさ、やってやり続けて、でも本当限界になったら人呼んで、あの交代してもらったりしてたもんね。あ、そう、サーバーで一応設定できるけど、そのオフィシャルはデフォルトだから、デフォルトはそんぐらい長いなっていう話。これどこがいい？ PVP がいいな。 PVP で絞るとかできないのかな。オール持つ PVP。 ここあたりにしとく。これどう？JPPVP。 つか音うっさ。一般にしよう。あ、マップか。ここってデフォの街？なんか面白い街とかある？おすすめの。俺マップ一つしかやったことないんだよね、一番最初のやつ。そこ一強すぎるから無理ですよ。え、ちょ待って、それ勝とうよ。追い出そうぜ。ダメ？そういうの、そういうのあまり乗り気じゃない。そういうのをボコボコにしたいんだけど。でも無理か、今から始めても無理かも。規模がほんと人数40人とかいたら勝てねえもんな。割と若いとこ行く。でもこの辺書いてないんだよな、テームがいくつとか。まあ、とりあえずやっちゃうか。ここ行こうぜ。JP、PVP、PCA。XP10 倍。テーム4倍。ベイビー5倍。ここにしよう。ADD to far right. Join。とりあえず肩慣らしでここやろうよ。まあ俺もいきなりやんなくなる可能性あるから、全然。シャカキン TV。 え？あれ？男と女どこでかやんだ？あ、これだ。PVP ガチ勢は当たり判定をなるべく小さくするために全てを小さくするんだ。あれ？昔もうちょっとちっちゃくなった気したけどな。気のせいか。新しいサバイバーを作成ってなんだ？やってみるか。どういうこと？ちょっとオプションで。BGM 小さくして、効果音とかも小さくして、でこっちのアークをちょっと上げよう。マジ？間違えた。あれ、これどうやってフルスクリーンにするんだ。フルスクリーンできない。オルトエンターでできない。あ、こっからやるの、オプションからやるのか。疑似フルスク、あ、映ってる、配信映っ
ちゃうんだ。感度高っ。見たことない恐竜いる。なんだっけ、カメラの振動なしにして、あれ感度ってどこだ。あ、この辺だ、上にあった。やべ、寒くて死ぬ。あれどこで帰るんだこれ。あ、操作感度か。とっこ、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 あーら、ほり。マップってどうやってしようか。あー、こうだこうだこうだ、懐かしい、懐かしいなーく。ちょっと音ちっちゃいな。おら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 、わっしょい、パンチ。これどうやって FPS モードとか変えるんだっけ。変え方忘れた。あれ最初から持ってる。あれ間違えた。ホイールか。あ、来た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 。なんか操作感やばいんだけど、何これ。ほほほほ。画面揺れるな。カメラの視野角。わ、ちっか。え、うんこした。うんこしたんだけど。いいか。めっちゃシュールなんだけど。お腹空いてきた、やばい。あれどうやってこれレシピとか覚えるんだったっけ。あ、こっちだ。あれレシピとか、あー石ね。あれ石ってすげえ、それ、あ、拾うんだ、石は拾うんだ、思い出した。ちょ、重い重い重い。足速いや。なんかすんごい揺れるんだけど、何これ、こんな揺れてたっけ。なんか石がちゃんと石になってる。昔こんなちゃんとした石じゃなかったのに。間違えた。で、作ると。作ったものを一番に入れて。え？何金って。ああ、まだ作ってんのか。あ、やべ、作り始めちゃった。棒や。間違って多忙しちゃうな。めっちゃ作ってる。ちょっと作りすぎ、作りすぎ。またサボしちゃった。ちょ、めちゃくちゃ作ったんだけど。嘘でしょ。ちょ、操作感がすごい悪い。シュールだなぁ。まあでも壊れるからこれ。めっちゃお腹空いてる。やばい。わあ。木が欲しい。お腹めっちゃ空いてる。あ、すごい見やすくなったね。インベントリから。最初はスタミナ上げるか。あと近接攻撃力。あ、エングラム分かりやす。昔クソ分かりづらかったのに、これ
こいつには勝てないな。あ、もうちびっこい、雑魚そうな、雑魚そうなやつ、ゴミみたいなやついないか。あー、いたいたいた。え、ダメージとか出るようになってる。え、うんこした。この辺作って、いや、しょうがねえんだよ、自然の摂理なんだからよ。かわいそうとか言ってたら飯食えねえだろ。しょうがねえんだよこれは。違う、なんだ、焚き火、あれ、どうやって火つけるんだこれ。え、あ、やべやべやべ、え、やべ、壊しちゃった。あ、木材か。あ、そうそう、木材っぽいんだ。木材っぽいんして、ファイヤー、あったかいなり。あ、火消しちゃった。ちょちょ、ぼやぼやぼや、え、何、固まった、なんかカーソル出てる。あ、ぼや。インベントリー開いて肉ぶち込む。よし、ここ俺のねじろとする。なんか来た、なんだお前。お肉手に入った。よしよし、お肉食べないと。弱肉強食なんで申し訳ないですけど。で、斧を入れて。あ、なんか来た、なんだお前。あ、違う違う、タイマスでぶん投げちゃった。なんだお前、やめろ、近寄るな。強い、硬い、つがいだこいつら、硬い。なんだお前、何逃げてんだこの野郎。肉よこせ。なんだ、どんどん湧いて出てきた。なんなんだ、なんなんだ。ちょちょ、肉。なんて読むんだこれ。文字が多すぎて読めねえよ。死ぬ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 って。ちょ、待って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 。勝て。この野郎。この。くそっとれ。うわ、槍持ってきた。なんでけえ。なんだなんだなんだ、集まってきた集まってきた。俺の肉は渡さねえからな。集まってきた集まってきた。おお、集まってきた集まってきた。なんかこいつやばすぎだろ。何考えてんだ。貴公子いんだけど、貴公子いた。ちょちょちょやばすぎなんだけど。ちょちょちょ、トンボ殴りすんなよ。ちょいちょいちょい、なんだなんだ、穏やかじゃねえな本当に。なんなんだこいつら、怖すぎるんだけど。これどうやって作るの。繊維、繊維ってなんだ、木か。うわ、木、こいつマジ木工師なんだけど。絶対木工師イメージして作っただろこれ。ドライブってどうやって作るんだっけ。なんか長押しするよね。なんだっけ、忘れた。あ、繊維は草むしんのか。あべ、重すぎて動けない。重い重い重い、ちょっと重いよ。木材100個もあるよ。これどうやって捨てんの、どうやって捨てんのこれ、どうやって捨てんの。
すべて、あ、ちょちょ、すべて捨てちゃダメだろ。ちょ、何を、どうやって捨てんだっけ。ぼや、あ、捨てる。あ、たたたた、重たいんじゃ。あ、すごい。あ、繊維ってあれか。あ、なんか言ってる。え、ギアさんの声に言ってる。なんか言ってんだけど。ナルコベリー懐かしい。これでなんか毒みたいなの作るんだよな。トライブってどうやって作るんだっけ。キー直しで。トライブってどうやって作るんだっけ。あ、ギアさんみたいな。笑ってる笑ってる。ちょ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 、なに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 、どうやってトライブ作るのこれ。木の看板とかいらねえもん作っちゃった。あ、麻酔薬、麻酔薬あったあった。なんか絵で覚えてるわ。望遠鏡と調理鍋、インベントリーメニューの、いた。なんだよ、お。やばいやつしかいないんだけど、見た目なんなんだこいつら。ちょっとトライブ誘うから、ちょっと止まってよ。これで誘えて、餓死したー。嘘でしょ。お肉取んないと。あれ、これ気絶してるだけ。俺もしかして殺しちゃった。なんかやばいのしかいないんだけど。トライブ誘ってるから入ってよ、みんな。いきなり、いきなり餓死するとかある、隣で。うわーって言いながら死んでったんだけど。入りました。ちょ、入って入って、みんな。何してんの何してんの、入ってよ。ちょちょ、どんどん増えるんだよ。ちょちょちょ、誘ってる誘ってる誘ってるって。ウィンストンって名前なんだけど。ユタカがまた帰ってきた。もうクソしすぎだってこいつら。ブリーッとか言って、誘ってる誘ってる。全然入ってこないんだけど。あ、じゃあ管理者に昇格しちゃったのか。釈迦さん止まらないと入れない。あ、ごめんごめんごめん。はいはいはい。なになになに、止まってあげないといけないの。はい、すげえ、あっという間劇場じゃん。ちょ、豊が入ってくんないんだけど。こいつ変わり者だな。何してんだ豊、入れよ。な、何拒否してんだ。あ、入ってる入ってる入ってる入って入って入って。ちょ、木入れて。ふう、よし。俺は家作るのが苦手だ。よろしくな。俺は家を作るのが苦手なんだ。よろしくな。あ、そうだ、肉焼かなくても。なんか俺ベリー食えた気がする。いって、なんだなんだ、いきなりぶん殴られた。なんだ、どうやってくんだっけ。5番だ。むしゃ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 、おいしい。なになになに、こいつら何なんだ。ちょっとトリケラトプス倒そうぜ、これ。やべえ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 、ちょ、やべえって、助けて助けて助けて。
俺の焚き火壊された。なんてことすんだ。おい行くぞウィンスタン。俺やばいやばいやばい、助けて。じゃあトリガータップスに殺さ、じゃあやばいって、助けて、やばいやばいやばい、ちょちょちょ、ここまだついてこれねえだろ。誰もやる気ないんだけど。なんだっけ、なんかさ箱作れなかったっけ、箱。あー俺のお肉が。ちょ海際に家作ろうよ、家。ちょっと待って、これ開くのクソめんどくさいなあいって。トライブ、トライブ入れてください。こいつドライブ入れたらうんこしたぞ。よろしくお願いします。あ、これどうやって喋んの、どうやって喋るのこれ。毎回喋んなくて、俺はクールなキャラで打っていくか。なんかいた、なんだ、殴られた。トリゲラトプスのトレーニングダミー。興奮剤ってなんだ。社会人タイムはうんこしましたよね。これどうやって喋るの、してねえぞ俺は。うんこなんか、社会人さん今うんこしましたよねって、そんなこと聞くかわざわざ。ちょいた、 D ボタンでボイチャかけます。 D ボタン、あ B か、あどうも。ここに家を作ろう。なんか豊か初心者みたいな動きしてるな。なんだこれ、何作りたかったんだっけ。箱だ、チェスト、チェスト、あこれだ。木材が足りねえ、木材。うわクソでけえ、うんこひつでか。誰かどうぞぶん回してる。木材、あこれ藁取れる方だ、こっちか。ちょいちょいちょい、危ねえって。むやみやたらに振り回すんじゃねえよ。エングラム作ろう。右にマイクマーク出てたね。あまたうんこした、めっちゃうんこするやんけ。すごい冷静に死体を切ってるんだけど、大丈夫かこのチーム。あっ、OK、この中にちょっとベリーとかいる。これベリー入ればね。転送ってなんだっけ、 T か、あ T だ、思い出した、 T。 こっちベリー、あちょっと待って、これダメ、キーダメ。こっちがと皮と石系全部入れよう。よし、いいぞいいぞいいぞ。なんか家っぽくなってきた、家っぽくなってきたぞ。うんこも入れとくか。あったかい、あったかいなり。豊かがチャットしてる。村一番の人気者だからな、豊かは。でっかいやつ殺してえな。どうやって倒してたっけ、全然覚えてねえや。とりあえず俺ベリーいっぱい拾うわ。ベリーって結構重要なんだよな。
リスナーで囲んで倒そう。肉壁もうトリケラトプス倒した。あ、テイムしたい。あれだ、捕まえなきゃいけない。ナルコベリーだ。ナルコベリー集めようぜ。何がいるんだっけあれ。ちょっと待って、何か作んなきゃいけない気がする。何か作るものを作んなきゃいけない。これだ、エングラム、すり鉢だ。これすり鉢、思い出した。なんかこれ作んなきゃいけなかった気する。めっちゃみんな飯食ってんだけど。すり鉢、すり鉢、なんもねえじゃねえか。川と石、川、何か殺さなきゃいけねえじゃねえか。川だー、川を取れー。川取れそうだな。あ、ちょ、両親が痛むな俺の。こっち肉取れる方か。あ、違う、間違えた間違えた。え、何も取れなかった。スタミナガッツ足りなくね。ニートしかおらんぞ。誰も働かねえでひたすら焚き火の周りで飯食ってるだけなんだけど、大丈夫かこいつら。俺が一番、村一番の働き者じゃねえか。働けやニートども、レベル1のやついいんじゃねえか。何してんだよ、たまらんぞ。うわっ、こいつ俺が入れたベリー食ってる。ただ俺が入れたベリーただ食ってる、ただ食ってるだけの男なんだけど。この辺持ってたらなんか作れるだろう。うわ、石足んねえ。石石、武器を作るぞ。恐竜を捕まえるんだ。恐竜を捕まえるのが第一優先だ。了解。飯がなくても恐竜は捕まえられる。頑張るぞ。もうブラック企業だから、飯より、飯より何より、とりあえず攻撃、攻撃あるのみ。作りまくる。とりあえず200。興奮剤と、もうドアとかもいらない。俺はもういらない。あ、セメント、セメント、火薬。俺は攻撃特化だから。え、破壊したかあんだけど、初めて見た。解毒剤。豊か死んだ、また豊か死にすぎだろ。何やってんだ。ちょ、コンボめっちゃ作っちゃった、間違えた。コンボめちゃくちゃ作っちゃった。パチンコ玉と、ちょ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 、なんか、なんか連れて待ってるやついないか。やべ、味方刺しちゃったかも。こいつ逃げるだけじゃん。ちょちょ、どけどけ、おらおら、俺のエイムを、おら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 、めちゃくちゃケツに刺さってる。おらおら、こいつヘッドショットでもものともしない。硬すぎ。なんだお前、めっちゃ矢刺さってんのにレベル高っ。130やんけ。硬すぎ。やっと倒したよ。何の成果も得られないだろう、こんなに倒したところで。かわいそうだよ、もう俺のもんだ。近寄るな。あー、夜が、日が暮れてきた。眠たい、眠たすぎる。なんか音楽流しとくか。
なにこれ、オーディオンリー。あ、びっくりした。あー暗い。あ、なんかいる。あ、トライブ入れるよ、トライブ入れる、トライブ入れるよ。待って、ちょ誰かわかんないけど、とりあえずさせまくろう。これで全く知らないやつ入れてたら困るな。あ、いたいたいた。あ、なんかまた来た。なんだこいつ、スタイリッシュブーブだ。すげえ、もうなんかこのサーバー掌握した気がする。時すでに。うわ、またうんこした。すり鉢設置して、ああ、ああ壊された。なんかベッド作ったとか言ってる。知らねえんなことは。マジかよ、真っ暗で何も見えねえんだけど。ちょ誰だよこいつに喧嘩打ったの。14ダメしか入んねえぞ。ちょ、やべ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 、引き打ち。え、これが FPS の基本、引き打ち。やべ、ダメージ 2ってなんだ。豊かいけ、お前の力を見せてやれ。ちょ、やべ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 、なんかいる、なんかいる。ちょ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 、やべ、イコールズレル。ちょちょちょ、助けて。やべ、豊かに当たったかも今。俺レベル115やんけ。誰だ手出したの。ダメージ2なんだけど。あ、はいはいはい、中田6ダメだろ、アウトだろ名前。避難してるんだけど。ウケる。アウトだろ。ちょ、なんだっけ、俺何作りたかったんだっけ。あ、すり鉢置くのに床暖房がいるんだ。床暖房どれだっけ、天井、土台だっけな、なんだっけ、なんかがいるんだよね。これだっけ、土台かな。オートランできないんだっけこれ。あ、間違えた、なんか押しちゃった。警察？ああ、なんか土台、ああ土台作ってんだけど、坊や。この上にだったら置ける気がする。いいね。あ、いた。なんだお前、分かったよ、入れりゃいいんだろトライブに。なんで殴るんだよこの野郎。あ、燃えてる。タイマーで殴ると燃えんの、ごめんね。タイマーで殴ると燃えるんだ、知らなかった。あ、すり鉢はこれか。なんだっけ、火打ち石と石系か。はいはいはい、発火口。もうこんなん作ってどうすんだって感じだけど、とりあえず作っとくか。あ、操作がおぼつかないな。ちょっとキー設定変えるか。インベントリー、インベントリー、インベントリーを開く。いや、めちゃくちゃ腹減ってる。よし、釣り竿、テーブル、ベンチ、お、金属系男子。
麻酔や来たー。やべ、なんかハサミ覚えちゃった。なんだこれ。パラシュート。なんだこれは。餌箱。この辺覚えてんな。なんか使った気がするわ。え？うわ、プテラいるんだけど。しかもレベル高い。ここに。え？あー、なんかいる、なんかいる。なんだこいつ。こいつ誰だ？こいつユタカか。ユタカか。揺れてて分かんなかった。なんなんだよこいつら。おかしいぞみんな。なんかちょっとエングラムとかちょっといっぱい作ろうよ皆さん。そんなサボってばっかりないで、ちゃんと働いてもらえます？働かざる者食うべからずやぞ。この辺のインベントリー何なんだよ。人の死体じゃねえか。死体だらけじゃねえか。ちょっと待って、お腹空いて。やばい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 。ガスするガスする。ちょ、肉くれ肉。あべ、火消しちゃった。ちょ、早く早く焼けろ。死ぬ死ぬ死ぬ。ベリー食うか。なんか毒、毒あるんだよな。これ大丈夫か。水も飲まないと。水水水。よし。水はオッケー。アークは恐竜ゲームですね。ボーラって何？肉は俺のもんだ。よこせ。うんねー。肉んねー。肉どこだ？よこせ。うめえ。そう、終わりないんだよこのゲーム。物資集める、物資を。石が足んねえんじゃねえか。圧倒的に、圧倒的に。あ、しかもこれ弓矢じゃねえか。間違えた。丘の下。よし、ぶん殴る系なんだよ。初見です、どうも。釈迦さん、あー、いた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 。君か、みんなのママ。ほらよ、うわ、メガピラニアとか倒して。うわ、殺されてる。殺してんじゃねえ、殺されてる。あれ、どうやるんでしたっけ。ふえふえてる。僕もどうやってトライブに入るか。ああ、入る入る。ああ、すごい、チェスト作ってる。いいね。何でもかんでも詰め込みまくって。ちょっと待って、俺こういうのはでも整理されないと。あ、なんだこれ。シャガさん、シャガさん、ほか勢力来ましたよ。え、誰ですか、他勢力って。うわぁ、やべ、グローバルでやっちゃった。投げ縄かけるとか言ってんだけど。投げ縄かけるじゃねえよ。やべやべ、他勢力来た。他勢力来た瞬間、なんかトライブチャットで投げ縄かけるとか言ってるやついいんだけど。ろくでもなさすぎるだろ。何が投げ縄かけるだよ。ちょ、最初は目立たないようにしないと。何が投げ縄だよ。やめろやマジで。タコ殴り感すごい。昏睡した昏睡した。こいつこいつこいつ捕まえようぜ、こいつ捕まえようぜ、こいつ捕まえようぜ、こいつ捕まえようぜ。あれ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 入れよう。あの、眠らせよう眠らせよう。昏睡度上げて餌あげようぜ。なんだっけ、ナルコでいいんだっけ。
ちょっとナルコベリーとかどうやって作るか忘れた。とりあえずこれ入れて、これ食わせるんでしょ。どうやって食わせるんだっけ、これこれどうやって食わせるんだっけ。いいか、眠らせろ眠らせろまあ挨拶すげえうやむやになっちゃった。あ、いた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 、なんか別のやついる。あれまたこれ人じゃん。あ、人ってあれか、デフォルトの名前か。なんか捨てた、なんか捨てたぞ。入れや。大砲とか作れるんだけど、ピストル。何、確認されるとちょっとひよっちゃうな。剣、金属の鎌、手錠ある。手錠いいな。さっきのやつに手錠かけるか。クロス棒。あ、さっきのやつ入った。こいつ、こいつ何してんだ。俺これだよ。うわ、ゲイだ。どんどん増えてんだけど、目立つだろこんなことしてたら。くそ、目立たないように生きていこうと思ったのに。投げの投げますの破壊力やばすぎだろもうやる気満々すぎるでしょ。ぶっ殺されるわ、あんなケツアコバトル持ってんのに。ケツアル持ってるやつに対して素っ裸でパンツ一丁の男が投げ縄かけますってやばすぎでしょ。ろくでもなさすぎる。言ってることかなりやばいからな。完全に猿なんだよな、本当に。本当だよ。本当猿だよ。また来た。え、なんか上から恐竜落としてね。凶暴なやつ。あ、なんか別のやついる。おー、待て待て、トライバー入れ、トライバー入れ。誰だ。へ、ヘチマくん、ヘチマくん。待って、ヘチマくん。ヘチマくん、ヘッチ、トライバー入って。なんかしゃがんでんだけど管理者に昇格しちゃダメだよ。どこのサーバーいるんだっけ、忘れた。ちょっと待って、飯食わないと。いや、この焼肉は俺のもんだ。ちょっとここで監督しながらトイレと飲み物持ってくるわ。なんだ、俺なんか寝っ転がってんだけど、なんかよからぬことしたやついない。お、テーム終わってる。これどうやって起き上がんの、どうやって起き上がんのこれ。
どうやって起き上がるのこれ。あ、X か。いやいやいや、ダサくねえだろ。何言ってんだ。なんかついてくんだけど、くんなくんなくんな。なんだこいつ。なんかよくわかんないから全部詰め込んどいたろ。入んねえ。ちょっと誰か整理大好きな人とかいる？おすすめの仕事あるんだけど、どう？やってみない？石の矢と麻酔薬。石の矢と麻酔薬か。早く朝になんねえかな。あ、すげえ、松明ってこうやって立てれるんだ。なんかついてくんだけど。もうすごいすごい、どこに行っても味方がいる。あったかい。これ壊せないの。街っぽくなってきたな。こんな早朝にアークやるなよ。目撃されたな、さっきの毛皮のあったかそうなコート着たやつに。え、壊れた。なんかついてくんだけど、こいつなんだマジで。石がない。あ、ここ人ん家の前か。もしかしてここ人ん家の前。もう全然地図開拓してないからわかんねえや。確かに人ん家の前にこんな変な限界集落みたいなのも作ってたらそれは怒られる。うわー、なんか檻作ってる。人ん家の前か。ビビったわ。石全然ねえんだけど、ここ石が全然ない。さっきからずっとピラニアに殺されてるやついない？石ころがねえ。石ころが、石ころ欲しいのに。ちょ、石ころ集めしないと。石ころ集め。この辺場所悪いな。遠出するか。マップの場所覚えておかないといけない。ん？なんてチャットってどうやって見るんだこれ。釈迦さん、タバコさんに装備もらったのでチェス入れときます。はーい。水中遅すぎてピラニアに噛まれまくる。盗まれてんじゃねえかよ。喉乾いた。新しい土地行こう。この土地飽きた。まあでもちょっとここでいろいろ、ここを俺たちの原点として。あ、マンション建てるか。アークでマンション建てるか。いいな、それ。それでいいや、俺。石がある場所見つけたいんだよね。間違えた、また。石、石。あたたたたた。いた！え、なに？何も見えない。何も見えない。何？おー、守ってくれてる。さすが。じゃあ俺は石を、その間に。失礼。実質ただやんけ。
カつくわ。やめっからな、そのうち配信俺やめるかもしんないぞ、傷ついて。あ、これカエルだ、覚えてる。なんかすごいな、この辺の地形ガタガタだ。やべ、なんか殴っちゃった。この辺に建てちゃったりするとな、草生えなくなるんだよね、確か。建物建てた周辺って石とか岩とかできなくなるんだよね。すごいな、この森林。おお、すごいすごい、超綺麗なんだけど。うわ、出た。こいつら貴重だぞ。カエルで確か捕まえたらなんか手に入るはず。なんだっけ、あのトンボ。トンボめっちゃ俺採取してた記憶あるわ、一生懸命。あ、これ鉄取れるやつだ、これ。あれ、どっちがいいんだっけ、ピッケルと。のピッケルだよね、多分。ピッケルの方が取れるんだよね。セメントか。それは日本フォレストさんにスポンサーしてもらいましたからね。俺もキーあれしないと。んー、この辺いらんな。とりあえずサドルだけ。何時今？4時半か。すごい。あ、なんかやばそうなのいる。あ、なんかやばそうな、もう、あ、見るからに凶暴そうなやついる。やばい。あ、カマラ作った。釈迦さんの近くにアルファラプター湧いてる。マジかよ。アルファラプトルか、欲しいな。やばい、重くなっちゃう。うわ、やっ、アルファラプトルとか懐かしいな。めっちゃ経験値もらえるやつだね。懐かしいな、ラプトルシャカ。あ、なんだ、いきなり脱水症状とか言われた。そんなこと急に言われても。ベリーで補充できたよね。あ、ギガノサウルス懐かしいな。あ、こいつめっちゃうんこするやつだ。ひたすらうんこするイノシシだ。あれ、どうやって帰るんだ。やべえ、迷子になった。坊や、どこだ。ギアノツってなんだっけ、何日かに1回しか湧かないやつだよね。うわ、干物さんこんな時間まで。うわ、人んちだ。明らかに人んちだ。ここどこだよ。どうやって帰るんだ。俺が今どっち向きに、こっちか、こっちっぽい。うわ、全然違う。びっくりするほど違うんだけど。嘘でしょ。はあ、迷子になった。やばい、ここに、ここに、あ、うんこした坊や。やべ、迷子になった。うわ、やべ、水飲まないと。脱水症状が、はあ、やばい、水飲まないと。はあ、お水、お水、うめえ。ここどこだよ。完全に人んちやんけ。完全に迷子になったわ。
ここを俺の拠点にするしかない。彼らに合流できる日は来るのだろうか。果たして。え、何これ、初めて見た。ナメクジなんて実装されたんだ。カタツムリか、気持ち悪。ここに俺堂々と置いてるからな。ここが俺ん家や。文句あんのか。やべやべやべ。いいよ。うわ、アルファロフトにいる。やべえ、アルファロフトに全て無駄にぶっ壊されそう。怖い。まさかあんなところにアルファロフトにいるとは。ちょ、やばくないこれ。俺アルファロフトにいるんだけど。嘘でしょ。絶対逃げ切れないじゃん。もう諦めるわ。もう諦めても俺ここで生活するわ。むしろびっくりした。ちょ何勝手に人の家入ってきてんだ。うわ、しかもうんこしてたんだけどこいつ。なんてことすんだ、ムカつくわ。レベルいくつだってめ、5か。ぶっ殺すぞこの野郎。作業台作ったので釈迦さん帰ってきてください。迎えに来てくれた。ああ、うんこ。あ、どっちにですか。こっちです。ああ、なるほどね。了解。なんだ、迷子になったの、バレちゃった。じゃあ俺の拠点はここで、これにて。返せ。俺が一生懸命集めた。大丈夫、この先まっすぐっつったって。あんたアルファラプトルいいのに。うわー、怖い怖い怖い。ちょっと変な動きしてる、変な動きしてる。挑戦的な動きしてる。やべやべ、逃げろ逃げろ逃げろ。殺される。うわ、眩しい。うわ、眩しい。やべ、間違えた。PUBG の感覚で俺と押しながら右向いたら怒っちゃう。向かいに来た人死んだ。じゃあのー、じゃあのー、ん、シャカキン TV 号かっこレベル11かっこザコ。うわ、すごい。なんだ、俺がいない間に。なんてこと、なんてこった。俺がいない間に家っぽくなってる。文明が進んでる。俺がひたすら窓で確か、そうそう、これ入れるんですよ。これ入れたら確か、オッケーオッケーオッケー。あー、なんかいるなんかいる。ヤマンバみたいなやついる。ちょっと待って、レベル高いんだけど。え、レベル高くない、リスナー。レベル78って何、何が足りない？鉄。鉄がね、この上の山の中にあるんだよね。それ取ってくるわ。スパイか、参謀スパイか。ついでの薬草拾いを。ああ、すげえ楽しくなってきた。だんだん楽しくなってきた。
俺は何もやってないけど文明が育ってくるとなんか楽しくなってくる。視界悪っ。疲れてる。飯食わないと。頑張れ頑張れ。お前ならいける。ひたすら藁取ってんな。俺は動くのをやめない。初めてどのくらい ?20 分くらい ?30 分くらい、まあ1時間前後くらい。いや、ピヨピヨしてる。マジ、うんこしすぎなんだよな、キャラクターが。すぐブリるからな。ピッケル5個作りました、さすがっす。はぁ、スタミナ引く。俺昔やってたサーバー、そういえばスタミナ無限だったな。あ、違う、水が無限だったんだっけな。何かが無限だった気がする。ちょ、なになになに、痛い。ちょ、とりあえず、うわ、なんか毒食らった。拾ったベリー全部食っちまった。ちょ、蜂をかけてきてる、蜂が。助けて。いて。蜂が。まだ来てんだけど。助けて。うわ、アルファラプトルいる。うわ、アルファラプトル攻撃してる。無理だろ。そいつは無理だぜ、ボーイ。俺も加勢するぜ。こいつのレベルいくつだよ。うわっ、どこ、ここ、あ、いや、いた。え、またなんか来てない？なんか来てんじゃねえか、敵。猿靴ははめろ、猿靴は。なんか見せつけてきてんぞ。うわ、レベル248、ヤーマンだって。名前のセンスで言ったらこっちも負けてねえぞ。あ、明らかにシャカキン TV ユーザーいる。もう見るからにシャカキン TV ユーザーだ。いて、わかったって。待てよ。誘ってんだけど、どこ行った？投げ縄かけますが忘れられんわ。オッケーオッケー。すげえ、大所帯だ。寝てるやついんだけど。ちょ、なんてもんしてんだ。重たいだろ。すごい、文明が発達してってる。楽しいぞ。俺何もしてねえけど楽しいぞ。俺もなんか作りたいな。体力200にして、移動も120欲しいな。まあいいか。これさ、この回復するやつって未だに俺だけパン1なの嫌なんだけど。服作りたい。服作らせてくれよ。すごい、ずっとなんか作ってる人いる。あ、ピッケルだ。もうほら、いい。
あ、斧作ってる。もーらい。あ、早っ。なんてことすんだよ。金属のインゴット足りねえじゃねえか。完全にクイックハンドだったな。何してるか分かんねえ。もう初心者みたいな。何かを壊したんだけど。あ、レベルアップしてんのか、あれ。結構厳しいサーバーだな。うますぎるわ。うわ、ワンパンなんだけど。強っ。全然ワンパンじゃねえわ。え、でもワンパンレベルだな。さすが鉄のピッケル。違うわ。あ、今のところ前からだね。まあ、でもこっからよ、このゲームは。まだまだ、序の序よ。俺が見してやるよ、君たちに。アークっていうゲームをね。あ、皮が足りねえ。皮ってことは動物殺せってことか。あ、なんか名前ついてないやついると思ったけど、あれ遠いか。うわ、びっくりした。このゲームで戦争したよね。なんなんだこいつ。俺たちの文明を監視してる。新規が増えて喜んで余裕かましてるだろうけど、お前たちはそのうち潰されるんやで。俺に殺されるんやで。まあ今のうちに笑ってみとくがいいよ。そいつ攻撃して皮取らしてくれんか。皮指持ってる。人ん家の家の門に家建てといて何言ってんだって話だけどね。皮欲しい。皮釈迦金 TV 号でもいいかな。もうこの際釈迦金 TV 号でもいいや。皮ない。皮アルファラプトルまだいるんだけど。家の周り少数だけどトライブの偵察いる。もう見るからにいるでしょ。こんなやつらいたら俺でも監視するわ、自分家の周りに。川が人ん家からこっそり物を奪えないはず。ぶっ壊さないともらえないはず。豊か喋った。川欲しい。あれ落ちてんじゃん。なんだっけ、インビテーショナルじゃなくて。あ、落ちくんのか。名前忘れた。有効的けどいつか殺す。ろくでもねえやつしかいねえな。ほら、大切だぞ。レベル高え。槍持って追っかけまして抜けんだけど。俺も手伝いたい。なんか持ってる。は？なんでこんなもん持ってんだ俺。
えない。あ、すごい、ちょっと職人っぽい感じ。うら、逃がすか逃がすか逃がすか、うら、うら、うら、ついでに水飲む。うわ、やばい、ワニいる、ワニいる、ちょ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 、後ろにヘビいる、毒ヘビいるよ、ちょ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 、わわわ、ちょ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 、取り返しつかない、あ、ぼや、やばい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 、ちょ怖い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 、ちょ気絶してんだけど。あー、やめてよ、信じられんわこいつ。捕食された。ちょ、俺の死体回収してくるわ、自分の持ち物回収してくるわ。ヘビ関係ないね。お、死体だ、魚肉だ。俺の死体どれだ、これか、俺の死体違うやつだ、何も持ってねえじゃねえか。うわ、蛇と戦ってる、強っ。おはようございます。俺の死体どこだ、あ、いた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 、うわ、近くにヘビいる、やばい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 、しかもこっち来てないか、あいつ、え、ちょ、めっちゃヘビおるやんけ、ちょちょ、こっち来てる、こっち来てる、うわ、あー、危ない危ない、気絶させられる、スピード勝負、スピード勝負、スピード勝負、逃げろ、よし、来た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 、逃げろ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 、よし、脱水症状だぞ、こんな時に何のんきなこと言ってんだ、我慢しろや。あぶね、せっかく作ってくれた鉄のピッケルを無駄にするところだった。ふぅ、流木集めよう。このゲーム木で何ができるんだ。シャカキン TV 号の影薄いな。すごい、なんか水が、何ができるか全く覚えてない。基本人任せだったのがあだになってるな。お、鉄あるやんけ、もらってったろ。ピッケルじゃなくて斧が欲しいんですよ、斧。川。川やと？川足んねえな、マジで。で、武器庫作ろうぜ、武器庫。
器庫武器庫。まあこれオンサーバーにいっぱい人がいて、でまあ殺し合いするみたいな感じですね。ズボンあるやんけ。来たろ。全然この辺動物いないんだよな。反対側に渡ったらなんとかなるか。あ、ここで作ってるやついる。ちょ、見せんかい。なんだこれ、革袋。これ誰だ、誰のだこれ。人のか。ピラニアおるやんけ。やべ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 。大丈夫これ。渡れ、渡りきれ、頑張れ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 。よし、あぶねえ。アーティファクト懐かしいな。この辺恐竜全然いないんだけど、なんで。な、強そうなやつしかいない。弓矢作るには繊維が必要。弓矢作って、あとは矢だな。火打ち石いるのか。お、 GPSあ、ポリマー、懐かしい。あと石だ。火打ち石をいっぱい集めないと。このゲームはそう、どんだけ文明が進んでもうんこ垂れ流しだよ。ずっとブリーって定期的にブリブリーって。いた、ただちょ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 、なんだよ、なんかかけられた、いやらしいもん。おー、イエー。ベイさん継続2ヶ月目ありがとうございます。あ、どこ行った。あ、お前か。空なんか飛び上がってこの野郎。あ、え、ナルコベリー盗まれた。なんだお前。ちょっと待って。どうだ。俺のエイムを舐めるなよ。あ、ちょ、どこ、見えない。ほら、あれ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 。ほら。はあ、武器落とした。嘘だろ。どういった。くそ、こいつ。ほら、あれ。軌道を読む。どこ行っちゃった。わら、わらが足りない。わらわら。あ、ドライブ？しょうがないな。殴ってる。また俺そっちに戻んのか。くそ、しょうがねえな。世話の焼けるやつらだ。うわ、イカダ乗ってる。うわ、イカダ作ってるっていうか、っていうかイカダ作ってる。どうやって操作すんの俺。
お、あ、じゃあちょ、お前すまないんだけど、ガソリン切れた？じゃあふぅ、どこだ、誰逃れ、あ、こいつか。とりあえず人が落としたもん全部拾う。お、すごい整理されてる。整理されてるやんけ。わら。餌箱作ったろ。これってどうやってマックス作るんだっけ。最大化作成。ふう、発展早いね。ナルコベリーとかってどうやって作るんだっけな。調子してる。うわ、なんかなんだ。あ、建設的。テームしたい、テーム。戦ってる鳥と。足んねえんだけど。ムカつくわ。ムカつくわ。めちゃくちゃにムカつくわ。さすがにやめとくか。俺も学んだ。大人になったな。大人になっちまった。これか、すり鉢。ここで麻酔作るんだっけ。あれ、あったあったあった。薬、あ、これだこれだ、これ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 、これ作りたかったんだよ。腐った肉だ、そうだ、思い出した。腐った肉とナルコベリーだよ。ちょ、一匹恐竜、俺自分の手で捕まえたいから。終わるんだったらそれ捕まえてからだな。やべえ、どんかつ、俺いつもそうなんだよな。大会の前とかね、こういうことやっちゃうんだよな。だから手元で作るんだっけ。毒や、あったあったあった。
なんかくれたんだけど。優しめかよ。え、くれたのこれ。あ、すごい、あの248レベルの人がくれた。すげえや。まあそのうち殺すんですけどね。まあそのうち殺すんですけどね。もらえるもんはもらって後で殺す。このサーバーを支配してやる。ちょっと待って、眠たい、すごい眠たい、もう超眠くなってきて口数超減ってきた。あ、結局ね、なんだかんだで皆様のおかげでね、先月1週間台湾じゃない、中国じゃない、韓国行ったんですけど、130時間配信することができました。ありがとうございます。森林を伐採してやる。今月は、今月だって年末年始あるでしょ。今月は12月は何時間目標にしようかな。160時間目標でいきます。やるとは言ってない、目標。クリスマス多分俺配信するよ、普通に。なんだこの謎のアイテム、いじられないんだけど。デート行かないね。いや多分ね、わかんないけど多分配信する。いや、俺も嫁も人がいっぱいいるときに外出かけんの嫌いだから。間違えた、なんだ、いいだ。なんとなく格好で、もうすごいすごい人集まってるけど、こいつ殺そうぜ、みんなで囲んで。いや、嘘ない、嘘。すぐ嘘って言わないと真面目にぶん殴ったりするやついそう。檻に入れよう。あ、夜が日が暮れちまう。よくよく考えたら、みんなのママって名前やばいな。飯食ったりしに行くのが嫌いなんだよ、そういう人が多いタイミングで。だったら別の日でよくねっていう感じ、お互い。そもそもクリスマスだからとか、なんかなんとかだからって俺はあんまないからな。だから何周期とかもさ、自分のじいちゃんとか、じいちゃんとか超好きだったけど、でもなんか何周期とか言われてもあんまりパッと来ないんだよね。別にいつ行っても一緒だし。アマールベリー。ボリ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 。それは静かに暮らしたいんだよ。
なんかそういうなんとかだからっていう教授にすごくよくわからない。ちょっとテームしたい、テーム。ナルコベリー、ナルコベリーを。あ、めっちゃ作ってる。パチったろ。どうやって切り替えるんだっけ、弓矢。あ、弓矢切り替えれるよね。こっちこうやってやるんだっけ。あ、じゃあ間違えた。こっちこうやってやるんだっけ。あ、できたできたできた。麻酔矢を持ってるやつはおらんか。麻酔矢を持ってる人はおらんのか。一緒に何かテームしに行かんか。その前にちょっとナルコベリー休めないと。やべ、なんか食っちゃった。じゃがいもの種食っちゃった。100本あります。なんか桁違いなやつだったな。オッケー。その前にナルコベリーを集めないと。食料も持っていかないと。まあ行くか。中見つけに行こうぜ、山の中に。ちょっと松明作んないと。え、木材足んない。もうプテラテームしてます。やがましいわ。今からするんだよ。ちょっと待って、なんかやばい。そう、恐竜でいっぱい取れる。木とかも恐竜に乗れば、恐竜に乗って、あの攻撃で採取すればいっぱいもらえる。何も見えない。真っ暗なんだけど。ど真っ暗なんだけど。こっちに行って俺たちに。何も見えない。ちょっと待って、ちょっと待って。大変大変。松明、松明。冒険に行くぞー。縄かけます。あ、麻酔薬でいけんのか。お、もうこれ落ちてきてるんちゃうか。拾いに行こうぜ。なんかいいもん入ってるかも。うわ、なんかでけえ城ある。いけいけー、拾え拾え。なにこれ、全く見て、なんだこれ。あ、クロスボウだ。うわ、びっくりした。なんだ、クロスボウにして。あ、すごい、クロスボウになった。パチンキ、やべ、間違えた。あ、この動き、この動き、もしかして。はっ、Oh, yeah. この動き。 KKSDFDSD さん、継続4ヶ月まで。うわっ、うわっ。まず水を飲みたい。ドイツにしよっかな。なんかいかついやついないかな。いかついやつ。え、排便した。
全然恐竜いなくない、ここ。あ、全然恐竜いなくない。ああ、俺も松明持ってますよ、すいませんね。掲げ、あ、これコンボだ。このゲームいくらだろう、忘れた。あ、トリケラいいんじゃん、やっちゃおうよこいつ。レベル15いけるぜ、いつでもクロスボウかましちゃうぜ。いきなりかます。ちょ、ちょ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 、うえうえ、こいつ何でテイムするんだっけ、果物だっけ。俺もう一匹連れてくるわ、何か弱そうなやつ。なんかね、しょっぱなに捕まえるレベルでなんか強さ変わってくんだよね、最終的にどのくらい強くなるかみたいな。ちょ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 、プテラテイムできねえなって思ったら、他のトライブのやつ眠らせてたとか言ってるろくでもないやついるんだけど、やばすぎだろこいつ。何こいつ、なんかちょっと可愛いからテイムしたいな。ちょいちょいちょい、それ殺す気の攻撃じゃねえか。大丈夫かそれ、テイムすんだぞこれ。無意識ってなんだこれ、殺してんじゃねえか俺、殺したんじゃないかお前。何やってくれてんだ。何やってくれてんだよ。ちげってね、もう俺の麻酔銃返せや。俺が作ったわけじゃねえけど。レベル5。ちょっとこいつは興味わかんないな。レベル5はちょっとわかんないな。こいつレベルいくつよ。20か。しょうもないな。ほんと猿しかいないんだけど、大丈夫？お猿さんだぞみんな。こいつってなんかの役に立ったっけ？まあ序盤だし何でも役に立つか。ちょ、飢えてる、やばい、飯食わないと。こいつも逃げるタイプだよね。なんか頭打った方がいいとかあるんだっけ。あ、プテラ捕まえればよかったな。あ、寝た、早っ。あのプテラいいな。あ、とどめ刺す前生きてたのは知ってる。 HP10 でしょ、無意識になってたのは見た。なんかこの辺上げときゃええやろ。ゲームすんの早っ。なんかプテラ、あ、いたいたいた、プテラいた。プテラって確か2発ぐらいいるんだよな。行くぞ、これ飛んでくんだよ確か。ちょ、燃やしてるやんけ。あ、なるほど、同時に行かないときついか。あいつ逃がさねえからな。俺の麻酔や、俺の麻酔やを無駄にはしない。やばい、ちょっと体力が、どこ飛んでっちゃった。あー待って、あー待って、どこ行っちゃった。
こいつ何？あ、うんこしまくるマンだ。肥料作りまくるマンだ。あ！いいのいるじゃん。これ28本足りるか。レベル X 95か。95ってクロスボウ28本で、うわ、ぼや。やべ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 。ちょちょ。やべ。うわ。うわ。ただいま。テリジノって何？俺初めて見たんだけど、俺がやってた時いなかったぞあいつ。え、なんか乗ってる。ちょ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 、非常食あ、なんか乗ってんじゃねえのか、これ持ってんのかよ。うわ、ケツァルにあれつく、え、あ、え、え、あ、なんだよ。え、ちょ待って、なんかレベル190高っ、レベル高っ。なんか殴ってるやついいんだけど、やめえや、やめえや、やめろやめろやめろ。お前友好的な民族を殴るな。今戦争したらもう10秒ぐらいで 俺たちの家全部なくなるぞ。いきなり殴ってたんだけど。これはケツァルコアトルっていう恐竜に背中にあのなんだっけ、なんかこれ乗せて、そしたらこう歩ける恐竜とかをこれに乗せて移動できるんだよ。こうやって上に乗せて恐竜を何匹も、飛べない恐竜をで、こう移動、大移動したり、まあ上に10人乗せて移動したりする。マジザリやんけ、やってること。あ、そうそう、こんな感じで。あ、そう、プラットフォームだ、懐かしい。うわ、もう猿や、こいつら猿や。あれ、カーソルどっか行っちゃった。あ、いた、あったあった。なんか死んだぞ。まあ俺の知ったこっちゃないな、もう。やっぱ川が圧倒的に足んないんだよな。キスに誘拐されたぞ。え？ウィンストンって名前のやつがケサルコアトルに。腐ったに100個も拾っちゃった。ちょ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 、おう、ガッセルの誘拐されたらしい悲しい出来事です。ウィンストンさんが転校することになりました。降りれないとか言って降りれないとか言ってんだけど、草達者でなとか言ってひどすぎなんだけどウィンストーン行くなー。
よう開けたな。あ、ジャンプしたら。なんでこんなとこで寝てんだよ。もうしょうがねえやつだな。おい、こいつここに入れとこうぜ。え、うんこしちゃった。どこだ、さっき言った場所。どっち向いてるか未だに分かんねえわ。さっきの俺の荷物まだ残ってるかな。もう残ってない。結局俺が眠らしたやつはテームできたんだろうか。あれどんぐらいできるんだっけ。したい。こっち側だな。いや、飯がね。右下こっち側、この辺で死んだんだよな俺。あ、まだやってくれてた。俺がこんなところでサボってる間に。サボってるっていうか完全に負けず食らったんだけどな。あ、こっちもちゃんと管理してくれてる。そういや、こんなやつ眠らしたな。思い出したわ。あれか、俺の死体。あれ、俺の死体じゃないのこれ。あ、俺の死体か。俺の死体だ。え、なんか俺そんな尺に触ることしました。あ、何、なんか俺、あいつ俺が知ってる距離と違うぞ。ね、レベル95ってさ、麻酔銃48発で眠らせれる。猿捕まえた。あ、懐かしいな。無理だよね、多分。多分足んないよな。あいつやばいな。うんこマン連れて帰るか、こいつ。肥料薬として。なんだお前、かわいいな。あ、こいつあれだ、なんか卵をあれしてくれるやつだ、確か。忘れたけど、ちっちゃい。弾無駄にしたくないんですよ。あ、これはめれる、もしかして。あ、なんか、ちょ、泳いでっちゃった。覚えよ。なんだ。これ、水の中で寝ちゃダメでしょ、これ。
ルグツアーマンいるんだけど、あれどこ行った、あれどこ行っちゃった、あ、いた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 、なんか喋ってるけど声聞こえないぞ、ユタカ。なんか笑ってない、ちょちょちょ、やばい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 、ピラニアいる、ピラニアいる、いた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 、死ぬ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 、ちょ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 、やばいやばいやばい、マジやばいマジやばいマジやばいって、あぶね、あいつどこ行ったんだ、もう何もしてねえんだけどこいつ何なんだマジで、置いてこう、ほっとこう、あいつは、ついてこい、行くぞ、釈迦太郎。非常食死んだ？嘘だろ。死ぬの早すぎだよ。非常。非常になっちゃうタイミングが早すぎだろ。多分こっちだった気がする。帰り道。俺を信じろ、釈迦太郎。釈迦太郎、石に埋まってる。釈迦太郎こっちだぞ。すごいな、大自然って感じするわ。お腹減るの早くない、ペース。釈迦太郎なんかブモブモ言ってんだけど、ブーブモブモブモって、どうしたの、そんな苦しそうな声出して。あざーす。多分こっちだった気がするんだけど、うわ、やべやべ、やついる、やべやついるぞ、釈迦太郎。あいつに近寄るな。はあ、なんかこっち来てる。釈迦太郎早く。早い早いぜ、明らかにこっち来てる。釈迦太郎じゃあな、また会おう。うわ、やばいやついっぱいいる。ちょっと待って。ここどこだよ。あ、ぼやぼやぼや。あいてー。シャカ太郎。やべ、ナメクジ来た。やべ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 。足早い。足早いって。ちょー。マジやばいマジやばいマジやばい。うわ、やばい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 。やばいやばい。シャカ太郎じゃあな。あ、うんこだ。拾っていこう。釈迦太郎は一体どこに、俺にちゃんとついてきてるか、俺は振り向かないぞ。この川沿いに走ってればなんとかたどり着く気がする、我が家に。たどり着くのか、俺明らかに迷い込んでないか、俺全然違う、真逆じゃねえか。なんか恐竜多いと思った。ムカついてきた。ちょっと誰かこっち来ない、こっち、この辺もう恐竜捕まえまくるぞ、ここで。あ、やべ、トンボ超いる。あ、トンボは攻撃してこないのか、攻撃してくるのは蜂か。ちょ、お水飲もう。やべ、ラプトルだ。ちょ、やばい、疲れてる。俺は今、俺は今耐える、めちゃくちゃ疲れてる。ちょ、ほら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 、おら、かかってこい、おら、クソどもが、この野郎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 、俺強いぞ。
負ける気しなくなってきた。負ける気しねえぞ。かかってこいや、虫けらども。ちょっとその前にでも体力回復させて。お願いお願い。俺ちょっとサバイバル生活するわ、ね、眠れなくなってきた。眠れない夜、君のせいだよ。シャカ太郎死んだ、シャカ太郎死んだ。しばらく里には帰らんぞ。ばかりなのに指先がこういう。やべ、俺体力全然ねえじゃん。ぼぼぼぼ、ほちょちょ、やばいやばいやばい。追っかけてくんのこれ、これって追っかけてくんの。うわ、海越しにも追っかけてくんの。ちょちょ、やばいやばいやばい。ちょ、どうやったら体力回復するんだっけ。やべ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 。おお、よかったよかった。なんか全然違う方向にフォーカスいった。あぶね、全然体力なかった。めっちゃドックンドックいってんだけど。ちょちょ、危ない危ない危ない。こっち来んな、こっち来んな。向こう行け向こう行け。捕食するなら向こうにしろ。あったかいなり。ちょ、明らかにこっち来てますよね、このラプトル。うわっ、ああ、ほら、いやー、俺の肉が。やばいやばいやばい。足早い足早い。ちょ待って待って、マジ死ぬマジ死ぬこれ、マジ死ぬ。体力ない、スタミナもない。ボヤ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 、ちょマジやばいって。なんか暑いし、なんか変なのいる、ゴリラみたいな。あ、ちょちょ、何これ。はあ、助けて、誰か迎えに来て、誰か迎えに来て、俺助けて。ここ、ここにいる。ちょっと待って、ここ、ここにいる、ここよろしく。もう今の一瞬で、今の一瞬でなんとかなるだろう、君たちなら。帰ってきた。あ、血まみれだ。肉よこせ肉。ほわ、レベル、あ、10か。ちょ、やばいやばいやばいよやばいよ。あぶねー、完全に足骨折してる。やばいって。木材足んない、木材足んないよ。骨折してる骨折してる。これわらじゃん。ちょっと助けて、君たちなら、君たちならできるはず。うわ、めっちゃ食ってる。やべ、ナメクジいる。あいつ強いんだよな。ティラノサウルスの介護感みたいなところあるからな、あいつ。ちょっと離れて2個作っとこう。1つが壊されても立て直せるように、体勢立て直せるように。ちょ、歩けない。は、足音する。気のせいか、俺の足音か。どうやるんだっけ。半分半分みたいなのあってね、半分に分割。 OKOKOK。 ファイヤーファイヤー、間違えた。こっちに肉半分入れて。何この影、何この影。尻尾か。あ、なんか来てる。ちょちょちょ、ダメだって。体力ない体力ない体力ないって。ぼやぼやぼや。ここは通れまい。
あ、ちょっと待って、これハメ殺しできんじゃないの。自分捕まえちゃっていいっすか。うえ、やっちゃって、かかってこいよ。ん、俺が怖いのか。おい、嘘でしょ、さっきまで通れなかったじゃん。嘘だって。ちょっと待って、待って、ちょ、やばい、マジやばい、マジ死ぬ、マジで死ぬって。ちょっと、お前は、え、お前も敵、敵っていうか、ちょ、なんかなすりつける。あ、お前いた。あ、運命チェック、あんまり進展してないっていうか、もうめちゃくちゃ人減ってんじゃん。ナチュラルにみんな寝てってんじゃん、もう睡眠中とか。ファストトラベル、何これ。なんだっけ、笛の吹き方とか忘れた。 O ってなんだっけ。 P 違う、 I、 じゃあ U、 Y、え、なんか横でやっていくんだけど、あ、来た、 T だ、 T、 プテラ乗ってる。いいっすか自分、プテラ、プテラいいっすか自分。あー、急に世界が広がった、急に世界が広がった。ふぅ、もう遅えなこのプテラ。振っていいのかな、移動速度ガン上げしたろ。確か攻撃できるよね。ばかりなのに、ちょ、どうやって飛ぶんだっけ、やばい、どうやって飛ぶんだっけ、飛び方わかんない、どうやって飛ぶの、やばい死ぬ。あ、ちょ、降りちゃった、やばい、ちょ、やばい、プテラが死んじゃう。はあ、やばい、はあ、助けて、こっちに逃げてこい。はあ、プテラが死んじゃう。オッケーオッケー、その場に降りろ、その場に降りろ、で俺を乗せろ。オッケーオッケー、危ねえな、マジで危ねえ、こんな即殺しみたいな。ナメクジ捕まえたるわ、行くぞ行くぞ、このナメクジテイムするぞ。アフリカ前前、何の役に立つか全く知らんけど、こいつテイムするぞ。びっくりした、乗ってるだけかよ、もらったのかと思った。こいつテイムするぞ、アフリカ前前。ちょっとどうやって降りるんだ。パチンコだ、またコンボ。あ、これケーキでテイムするの。はーい、じゃあそういうことで、さよなら。Thank you.
お疲れ様です。ほらよ。やばい、なになに、不時着しようとしてる。勝手に。え、スペース押しても飛ばないんだけど。なにこれ。あ、飛んだ。ちょちょ、え、あ、ラグってるこれもしかして。一回押して放置。カメハメハ撃ったんだけど。遊んだ。あ、これ俺か。プテラの、あプテラは平気か。あ、乗ってきてる。よかった。そいつが死んだらもう俺どうやって生きていこうか悩むとこだった。ちょ、あと一人、あと一人必要。ばかりなのに指先が For you。 だ、戦争の時にさ、プテラでさ、プテラってかまあケツァルとかでさ、一人さっきみたいに捕まえてさ、どっかにもうマップの端っこに持ってって海の中に落としたりするんだよね。そしたらなかなか帰ってこれないから、で装備もガチガチだから自殺できないから。俺 PVP してた時よくスピードガン上げしたプテラで敵捕まえてマップの端っこの海のど真ん中に落としたりしてた。なんちゅうとこで寝てんだこいつ。シャカテラドン。ちょ、間違えた間違えた。じゃあなんか捕まえれそうなもん捕まえてくっかとか言ってプテラが行方不明になったりしてな。てかやってたら実際あるんだよね、行方不明になって。どこ行ったのとか言ってたらなんか3日後見つかるみたいな。シャカキン TV が乗ってる。戦ってんだけど。なんか役アンキロ、アンキロ捕まえて。アンキロってでもプテラじゃ捕まえれねえか。あ、結構チリジリに結構行動範囲を広げてんのね、シャカキン TV チームは。あ、テームしてんのか出る方。あ、確かにフォーガン回収しに行くか。どこで死んだっけ俺。俺さっきなんで死んだんだっけ。もう死にすぎて何で死んだか覚えてねえや。ああ、ここの海沿いだ、川沿いだ、思い出した。いいじゃね、またいい様子になった。これどうやってプテラのあれ開くんだっけ。 F か。あれ、移動速度上げれない。そんなバカな。
ピード攻撃タイプでしょう。うわまだアルファいるんだけど。フテラでカメって捕まえれたっけ。無理か、小型しか無理なんだっけ。あ違う、忘れてた、ボウガンだ。フテラの中にライフル入ってる。あ、ボウヤー優雅な空の旅を。どっかで一休憩入れないと。敵のど真ん中で止まられたら困るからな。こいつ欲しいな。こいつの名前なんだっけ、名前忘れちゃった。こいついると植物とか取るのめっちゃはかどるんだよな。これさあ、俺アイテム拾いに行ったらフテラ死んじゃうんじゃないの。え、あ、なんかいじめられてる。知らない距離めっちゃいるんだけど。え、ディロファサウルス殺されてるけど、メガフィラニアに。肉だけ回収しよう。間違えた、 E と F 間違えるな。 PUBG とややこしい。かぶる。はっ、あ、びっくりした。大丈夫大丈夫、食べ物ちょっとぐらいあげなくても。やべやべやべ、やばいやついる。ちょっとぐらい食べ物入れないぐらい死なねえんだよプテラは。あ、まあ食料2000万じゃん。大丈夫大丈夫、あのアイテム拾いたいな。敵対勢力いるよ、このサーバーにいる別のプレイヤーが敵対勢力だ。今だ、これ重くて飛べないんじゃないか。飛べるか。やべ、重くて飛べねえ。石ころ捨てろ。この辺はちょっともったいないけど捨てるしかない。木が重てんな。石だ、これで飛べる。 OK、 よし。いや、ちなみにね、まあこんな死に方しまくっといて言うのもなんですけど、僕620時間やってるんで、うん、任してください。めっちゃ頑張ってたんで、もう忘れまくってて、 E で飛び降りて死んだりするけど。600時間勢なんで。いや、もう知らない恐竜増えすぎて無理。この恐竜とか見たことないもん、今前にいるやつ。やべ、蜂いる。いてえ。
生肉入れてやるか。このマップも初めてだな。何マップだろう。あやべ、疲れちゃった。プテラさん疲れちゃった。あーバブ、スタミナ全然ねえな。スタミナ上げないと。確かプテラに乗った状態で、え、なんか襲われてない？大丈夫？ちょ、降りれない。はまったはまった。ぼやぼやぼや。大丈夫か、こんなキーキーキーとか言ってる場所に止まって。あったあったあった。我が家なんか石の家作ってるやついる。まだカタツムリいる。あ、ここデフォーマップなの？じゃあここじゃねえか、やってたの。うわ、なんかレアアイテム持ってんだけど、あれ拾ってきたのか。うん、金属足んないよ。家庭内別居。恐竜小屋作んないとな。なんだっけ、あの超でかいやつだけ捕まえたいんだよね。超でかいやつ、超でか、超でか民族。メガロドンいるよ。あの海のやつでしょ。いるいる。うわーうわ、閉じ込めてる。え、開かないんだけど。扉ないから開かないんだけど。とんでもねえことしてる。喧嘩売ってるわ。今のうちにこのケツァル殺そうぜ。多分結構ショック受けるぞ。これなんかすっぱだか来た。すっぱだかのやつ来た。間違えた。なんだっけ、リンダ、リンダマンだ。あ、来いよ。何してんだ。あ、危ない危ない。入った入った。ちょ、本当にケザル攻撃してんだけど、やめえや。なんか戦闘 BGM 流れてると思ったら。待って。これどうやって開けんの？お、開けてあげろよ。やめろやめろ。やめろってマジで。無法地帯じゃねえか。やめろやめろ、開けてあげろ。危ねえ危ねえ、戦争になるぞ。いやー、でかい恐竜だけ捕まえたいな。なんとかなんとか捕まえたいな。材料、材料かな。もう何も覚えてねえや。セメントか。セメントめんどくせえ、持ってくんの。セメントめんどくさいな。うん。
ダメだ。俺は先に離脱する。眠すぎる。もう6時やんけ。また明日やるわこれ。でもゴリラとマイクラもやんなきゃいけないから。お疲れー。ゲーム内 VC で言っといた。うわ、セメント100個持ってんだけど。嘘でしょ。うわ、ジョージいるー。どうやってこいつ剥がすの。ちょっとなんかジョージがくっついて離れない。もうなんかすげえ育ってんだけど。パーンチ。あ、 F に対応してください。 F あり。すごいな、文明の発達の仕方が。すごい捕まえてるんだけど。また明日。タイさん。